こんにちは、こんばんはゆっくり霊夢です。こんにちは、こんばんはゆっくりマリサだぜ。今回はプレイステーションコントローラーコレクションです。さて、何個あるのかな？ゆっくりしていってね。まずは PS1 のデュアルショックね。これは、普段使っているやつだな。アナログスティックが追加されて、ほぼ完成された形になったわよね。振動機能も追加されたのぜ。2個目、デュアルショックの PS1 バージョンね。PS1 のロゴがあるな。これは本体に付属していたものね。PS1 バージョンは数が少ないのぜ。3個目、デュアルショックの PS1 青スケルトンバージョンね。刻印が消えかけてるな。使い込まれているわね。4個目、ナムコのネジコンね。これはブラックだから後期バージョンだな。ねじる操作方法は斬新だったわよね。操作に慣れるまでに時間がかかるけど、それを乗り越えれば素晴らしいコントローラーなのぜ。うぷ主は挫折したけどね。5個目、セガのバーチャスティックね。レバーは精密工業製、ボタンは3は電子製に換装。天板はうぷ主オリジナルなのぜ。ボタン配置の表示はテフラが使用されているわね。手作り感がすごいな。6個目、ホリのリアルアーケードプロね。これ、発売された当時は話題になったよな。ここまで本格的なアーケードコントローラーはなかったからね。レバーは3は電子製なんだけどボタンはホリ製なんだよな。いつかボタンも3は電子製に交換したいわね。7個目、コナミのポップンコントローラーね。ポップンミュージック専用のコントローラーだな。標準コントローラーだと、どのボタンを押すのか混乱しちゃうのよね。うぷ主は、このコントローラーでもうまくプレイできないけどな。8個目、PS2 のデュアルショック2ね。セレクトボタンとスタートボタン以外でも、アナログ判定ができるようになったのぜ。9個目、デュアルショック2の黒、2個目。デュアルショックにはカラーバリエーションが豊富だったんだよな。黒は初期からの標準色だったので数は圧倒的に多いのよね。10個目、PS2 のデュアルショック2のシルバーね。これはシルバーの本体を購入した時に付属していたものだな。なぜか本体に付属している、コントローラーは使わないのよね。シルバー2個目だな。これは後からシルバーのメモリーカード2枚とセットのものを、わざわざオークションで購入したのよね。本体とカラーを揃えたい気持ちもわかるけど、完全に自己満足の世界だな。12個目、PS2 のデュアルショック2のネイビースケルトンね。結局、普段使っているのは、これなんだよな。ジャンクで購入したものを使い倒すのよね。13個目、PS2 のデュアルショック2の白ね。これは PSX に付属していた、ケーブルが長いバージョンなのぜ。なんと約4メートルもあるのよ。14、15個目、電車で GO の2ハンドルマスコンね。PS2 対応時に USB 接続にバージョンアップされたのぜ。旧タイプも PS2 で使用できるようにして欲しかったわね。16個目、PS3 のデュアルショック3の黒ね。ついにデュアルショックがワイヤレス化されたな。初代のデュアルショックから形がほとんど変化していないわね。慣れ親しんだ形状だから違和感なくゲームに没頭できるな。うぷ主は PS4 も PS5 も持ってないから、プレイステーションのコントローラーはこの形で止まっているのよ。これはメタリックブルーだな。綺麗な色ね。PS3 のコントローラーは USB 接続でパソコンでも使えるのがいいよな。PS1-2 のコントローラーはコンバーターが必要だったからね。19個目、ホリパッドミニ3のクリアブルーね。有線で振動機能がないけど、連射機能があって重量が軽くなっているのぜ。お値段も安くなっているのよね。2個目です。予備ですよ予備。デュアルショック3が3個もあるのにか？デュアルショック3とは別物なんだからね。そうですか。21個目、ホリのリアルアーケードプロ3ね。標準ではホリ製のボタンなんだけど、3は電子製の1個500円ぐらいするボタンに換装してあるのぜ。景気がいい話ね。ナムコのコントローラーを意識した配色にしてあるのぜ。22個目、ホリのリアルアーケードプロ3プレミアム VLX ダイヤね。重量が 5.5kg ある超本格的アーケードスティックだな。アーケードゲームに相当思い入れのある人じゃないと、購入することができない代物よね。価格も3万円だからな。
23個目、堀のリアルアーケードプロ3プレミアム VLX ね。これも、予備があるのかよ。これは予備というか保存用って感じね。美しいでしょ。うっとりするわよね。芸術品の域だな。最後におまけです。 Wii でプレイステーションのコントローラーが使えるアダプターです。 Wii リモコンに接続するんだな。でも出番は少ないわね。次はゲームキューブで PS のコントローラーを使用するアダプターね。振動機能にも対応しているんだな。最後にパソコンでプレイステーションのコントローラーを使用するアダプターね。デュアルショック3が出てからは使用頻度が激減したな。それまでは大活躍だったんだけどね。今回はプレイステーションコントローラーコレクションでした。本当は全機種のコントローラーを紹介するつもりだったんだけど、数が膨大すぎて諦めたのぜ。プレイステーションだけでもこの数だからね。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。